めっちゃ吐くやん。はい、どうもエルザです。それではデッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回はサバイバーですね。さてガスヘブンか、あー嫌なのを使ってるな。いや、堕落の介入ね、序盤きついんだよな。まああとは単純にキラーが絞りやすくなるからね、発電機回すタイミングは考えるな。あーで堕落の介入本気か。あープレイグだね。お手洗い場所がある。いやー、あ誰か捕まったね。あーじゃあ回そう。まだチェイスは、あーいた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 、あすまんめっちゃ白い煙が奥で見えたね。こっちぐるって回ってくる感じかな。いやそっか。あーであればあれだな、うまくいけば一つ直しときたいな。地下最初地下か。そうなんだよね、あの辺りチェイスするとやっぱ難しいんだよね。あすごい一直線に来とりますね。いやー心音するね。はい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 、見えてた？とりあえず、あー逃げるか。地下がそこで見えてるね。これ結構走らないといけないかな。だよね。ってなると、あーナイスー、ナイスチーズ。うっまあ地下から離れたからね。さてさてー、あーはあ、はいはいはい。あそれはそれはやばくないか。わあしかも邪魔それはちょっと、ああよかったよかった。意外とね狭いとっていうところなんで、プレイグのこの感染状態、これで回復してしまうと一段階回復しないといけないんで、あえて早く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 、はい、あえてちょっと一段階走ったりとかしてたら上がるんだろうけどね。なったなった、よし。でこの状態で回復すると、さあ病を治すと回復度、どっちみちね、あの行動を起こしてると感染状態広がっていくんで、病がもうそれだったら今みたいに耐えて、あえて病気になる方が楽っちゃ楽なんだよね。まあその分プレイグにはチャンス与えるんだけど、いや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 、まあね、ある程度キラーが近くにいないのであれば、ん？あバレた。さてさて、ほい、よし、しなやか発動。これでちょっと延命治療できた。めっちゃ飛んできてる。
めっちゃ吐くやん。あぶねえ、あぶねえ、もう。あぶない、あぶない。痛がったらまたちょっと違うんだけどね。あんまり使いすぎたくないのもあるから。とりあえず発電機。どこあるかな？とりあえずこっちには来てないね。それ治るかな？さっき蹴ってたような気もしたんだけど。いや、まだか。あ、ナイス。結構ね、あのキラーさん見てるからね。さ、はーい、いや。チェイス、短かったな。まあ、仕方ないか。いや、できればね、有能の照明使ってガンガン行きたいんだけど、状況が状況だしな。はいはいはい。ああ、血族いいね。一人はもう張ってるんで、もう一人は回してるだから、まあ、二人で回してた方が良さげかな。いや、だいぶ苦戦してるね。見つかったかな。まあ、とりあえずマウス。まあ、あの状況でわざわざ行かなくてもいいしね。とりあえず2個にしとけばハッチでの確率上がるからね。はい、来た。いや、結構直したな、今回は。では、もう一つが、味方がどれくらい直してるか。あ、やっぱ同じぐらいだったね。じゃあ、あと一つ。左か。まあ、ちょっとトーテム壊して。まあ、破滅とかね、そんな感じではなかったから、いいんだけど、ノーワンあるかな。いやー、そっか、反対側か。はい、救出。で、で、フェミンちゃんがこれ助けた後、次ラストか。おう、さあ有能の照明を使って効果を上げていこうか。で、こっからだね。発電機は、うわ、向こうか、2つとも。多分クローデッドが言ってるよね。よしよしよし。じゃあそれはもう任せて。本当はね、ボロ体がねあるといいんだけどね。開けれる？あれ？さっきもう一人いたような気がしたんだけど。いけ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 、はい、無事脱出。救出も成功だね。危なかったね。ノーワン持ちじゃなかったのがでかいか。
はい、ということで今回ここまでとなります。そうですね、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。